か。はい。はい。はい。今日はこれね。はい。白いけど柔らかい。あの置いてると身がコリコリから、はい、あのしっとりしてくるんでね。ソイ。ソイ。黒ソイ。はい。見つけよう。これカツオ。はい。こっちは？ポリ。はい。たたきね。ああ、そっかそっか。今それでカツオで作ったやつ。うん、なるほどな。難しいからな、二択肢の問題だからな。うん。アワビ。アワビです。はい。韓国。韓国、今回は、はい。ホタテ。じゃーん。じゃんじゃじゃん。これどこ？青森。青森。うん。お刺身もいいし。むつは、今、岩手県海賊でダメだからね。だから、青森から取らなきゃね。はい。こっちもそう。はい。大量に買いすぎました。またあなた好きね、買い。そしてアユです。今回は和歌山。いよいよ定番の和歌山来ましたね。はい。それからカキ。殻付きのカキ。カキ。お刺身で。これはどこだ？赤崎。赤崎の会社だけど。うん。赤崎のカキ。赤崎のカキ。ブランド品だな。はい。甘くてね。うん。全然違う。これもカキ。むきガキ。宮古のでっかいよ、うん、身がね、すごいね、大きいね、宮古だ、うん、ウニも取ってたなんて、あの、うん、あれも昨日言ったから、タイ、青森のもつか、うん、はいよ、次、舐めた、はい、舐めた干しでもいいですね。ん？あ、サメがあれ。絶対になる前。絶対になる前か。川を取れば。取ればセッター。取るサメがあれ。はい。焼いてく。カレキはこっちの方が美味しいね。うん。ちょっとね。ニシン？まだニシンが入ってんだ。お、大きいな。うん、魚辺に春だっけ。東。あ、東か。春じゃなくて東だ。春は佐原でした。失礼しました。よし。イワシ。マイワシ、ダイだ。クジ。イワシ。おさない。イワシが結構、行ったことある、俺。おさない。おー、大きいな、確かに。大きい。美味しいよね、脂乗ってるからね。もう、なんかイワシが豊漁でマグロ追っかけてきたってのからね。イワシが取れてるっていう。だけど実績から見ればさ、イワシの量そんなめちゃくちゃ多いわけじゃないんだよな。そうです。あれ、生食用食うほどしてるって言ってるのかな。肥料だ、また別かな。調子金目鯛見てください、この目、本当に金色でしょ。ね、昔、築地のラーメン屋で食ってたっけ、一生懸命金目鯛、金目鯛って喋ってると思ったっけ、なんだろうって、オリンピックの金メダルなんですよ。何喋ってんの。じゃあ、八角。お、八角。でけー、すげー。この顔さ、あの、怪獣みたいだよね。うん。かわいいっていうの、うん、すげえ、小杖ちゃん。これかわいいって。なんか、えすげえな。これ、いつもこれ見てて怪獣だよなって。これがかわいい。背びれがかわいい？おひげがかわいい。口がかわいい。かわいい。俺はゴジラのような気がするけど。はい、ホンビノス、千葉県。はい。下はなんだろう。あ、またサザエが入ってきた。クマちゃんの好きなサザエ。はい。そしてそっちは。おー、アマダイ。セッ
セット。セット。メバル。メバル。アマダイ。アマダイ。赤いカサゴかな。カサゴ、赤カサゴ。これなんだこれ。ホウボウだ。それどこだ。秋田県竹田。船川。川の手前だよね。そう。あの川の脇だ。船川。そう。おお、これノドグロ。こっちとノドグロ。こっちがこっち。こっちがこっち。マゴチ。腹は見せてますけど、一応こっちです。こっちってね、口が尖ってて可愛いっていうイメージがあるんだけど、してたんとしててこっち。可愛いでしょ。俺はこっちの方が可愛いような気がするな、先のゴジラより。あと目もね、つるってしてね、こっち。まあ好みだからそれ。セッターですね。向いた方。はい。向いた方。これなんだ。赤ナマコ。ナマコ。赤ナマコ。しばらくナマコの酢の物も食ってねえな。正月にも食わしてもらえなかったしさ。食わしてもらえない。自分で食いたかったら買ったこって言われる。でもさ、暇もなかったって。からかき、赤きかき、はい。かきかきで来たって。ズワイガニ。こんなにまた来たの、ズワイガニ。なんか今年、カニずいぶん見るね。これどこだ、これじゃん。北海道。北海道。ああ、そっか、出れないからね。今日まで安い。三重県、気仙沼、カツオ。今年カツオもいいみたいだね。だから、マグロとカツオがいい。カツオは枠がないからいいのかな。カツダコ。あ、でっかいカツだな。今週はタコです。じゃあタコ丼にするかな。タコだけにして。俺タコ好きだから。ミンククジラ刺身を。青森県産。おー、暴れ物かな。あばらか、バラの方か。筋が多いんだな。これをうまく取って食べればいいんだよな。クジラ、ニンニク、ニンニク醤油ですね。いいですね。ミンクだから久々のミンク。ミンク。はい。マグロはいつも通りな感じです。はい。マグロはいつも通りの感じです。はい。はい。で今日はもう一つこれですね。どっかで教わりましたけど、片っぽの手が大きい方がオスで、でバランスが取れてるのがメスということでございます。いつもこうやってひっくり返して、いでででででってやって、こう腹見て判断しようとすると、それだといいですね。はい、勝っても大丈夫。